熊野本宮大社は、和歌山県田辺市元宮町本宮にある神社、熊野三山の一つ、内飛美子大臣を主催神とする。かつては、式内社。旧社格は、官兵大社で、現在は、神社本庁の別表神社。熊野本宮大社や田ガラスの像を詳しい、創建年代は不明であるが、社殿によると、巣神天皇65年に、熊野川の中巣、 現在の大祭原の地に創建されたとされている。熊野権現衰弱演技によると、熊野座大臣は、唐の天台山から飛来したとされている。熊野座大臣は、スサ佐オの命とされるが、その蘇生は不明である。太陽の使いとされるヤタガラスを紳士とすることから、太陽神であるという説や、中洲に鎮座していたことから水神とする説、または、木の神とする説などがある。 内飛び古大臣については他にも、イタケル人やイザナミ人とする説があり、くくり姫神とも関係するとの説もあるが、やはりその蘇生は、不祥とされる。古代から中世にかけて、神職は、ぎはや日の光栄で、熊野国造の流れを組む和田氏が世襲し、平安時代には、式内者に列せられている。平安時代の末期には、賭場上皇、後白河法皇、 言葉上皇などが幾度も熊野散々に足を運び、大いに賑にわっている。1871年に熊野座神社として、国兵中車に列格した。熊野川の中杉、上4社、中4社、下4社をはじめ廃殿や様々な車殿が立ち並んで、いたが、1889年8月に発生した、戸塚和大水害により、 上四社以外の建物はすべて流されてしまった。明治以後、山林の伐採が急激に行われたことにより、山林の保水力が失われ、大規模な洪水が引き起こされた模様である。残された上四社は現在地に移転したが、中四社、下四社と様々な切末社の再建は行われなかった。旧社地の中巣は大再現と呼ばれ、中四社、下四社と、 雪末社の祭神を祀る2期の石祠らが混流された。1915年には官平大社に昇格している。1948年に神社本庁の別表神社に加列されている。2000年大祭現に鉄筋コンクリート造りの日本一高い大鳥居が建てられた。かつては湯だてが行われており、熊の権限衰弱演儀では大祭現が 大湯源と表記されていることや、熊野を湯屋と読む際に、湯屋や,や湯の屋の字を当てられたことなどから、熊野信仰の中核に湯の観念があったことが指摘されている。日本を統一した神武天皇を大和国の柏原まで先導したという神武統制の古事に習い、導きの神として、八タガラスには厚い信仰がある。八タガの八タとは大きく広いという意味。 太陽の化身で三本の足があり、それぞれ甘根、地、人を表すと言われている。また、JFA のマークもヤタガラスであり、多くのサッカー関係者が必勝祈願に訪れている。ちなみに、サッカーを初めて日本に紹介した中村角之助は、那智町の出身。JR 西日本那智駅前には、日本サッカーの始祖、中村角之助と刻まれた検証碑がある。 前日の通り、1889年の熊野川水害により中洲にあった社殿は大きな被害を受け、上4社のみが原社地に移築された。中4社及び下4社と、節末社の社殿は再建されず、旧社地に2基の石祠らが建てられた。なお新域内の上4社、大祭原とも基本的に撮影禁止であり、撮影を希望する場合は、社務所にて許可が必要である。 八田ガラスポスト建造物上記三棟が重要文化財に指定されている。胸札により、第1.2点と第4点は、今日は2年、第3点は、文化7年の混流と判明する。第1.2点は、入りもや作り平ら入り、桁雪五軒、張間足まで、正面に日差しを付し、正面の2カ所にも区会を設ける。内部は桁雪三軒、張間一軒の内陣都市。 三室に分け、左右の室に、熊の娘大臣と早玉の女将をそれぞれ祀る。第一点二殿の向かって、右に立つ、第三殿と第四殿は、同規模、同形式で、つまり、正面は霧妻作り美差し付き、背面は、入りもや作りの得意な形式とする。柱間は桁き二軒、張間は、正面は一軒、背面は中央に柱が立ち二軒とする。 これらの社殿は1889年の戸塚和大水害での流出を免れ、現社地に移築されたものである。各建物は入りもや作り屋根を用いる点、木割りが太く装飾の少ない簡素な構成とする点に特色があり、床下に連合窓を設けるなど細部形式にも特色がある。社殿の形式や配置は中世の絵画資料に見られるものと一致し、 古くからの形式を保持していることがわかる。美術工芸品。ありがとうございます。